ツインチャージャーとは自動車用エンジンにターボチャージャーとスーパーチャージャーの2種の下級機を搭載した下級手法である。ターボチャージャーとスーパーチャージャーとでは下級特性が異なるため、共に1台のエンジンへ搭載することで欠点を保管することに着想した下級手法である。スーパーチャージャーはエンジン回転軸と 機械的に接続されるため低回転から確実な下級が可能であるが、高回転ではそれ自体がエンジンの機械的負荷となり、効率が悪くなる低回転向け下級機と言える。一方ターボチャージャーは排気ガスのエネルギーにより駆動されるため排気ガス流量が少ない、エンジン低回転では十分に下級できないが、高回転になるにつれ盛り上がるような下級特性を、 発揮する高回転向け下級機といえる。ツインチャージャーは、この2種類の下級機を一緒に搭載することにより、それぞれの利点が、それぞれの欠点を補うことになる。つまり、低回転ではスーパーチャージャーが主に下級を担当し、回転数が上がり排気ガスが増えると、ターボチャージャーの駆動を開始して、両方で下級を行い、そして高回転では、スーパーチャージャーの駆動負荷を切り、 ターボチャージャーのみで下級を行う。つまりすべての回転域で効率よく、下級による高出力を得る手法なのである。しかし、ターボチャージャーとスーパーチャージャーを同時に積むために、などの欠点がある。有名なものでは、フォルクスワーゲンの TSY、マーチスーパーターボ、マーチ R 専用に設計製作された MA レイキュールと、 ランチやデルタ S4 に搭載されたアバルト 233ATR18S が挙げられる。なお、サードパーティー製として、ロドレックスより、鈴木ジムニー用に、ターボ併用型の後付けスーパーチャージャーキットが、販売されている。過去には、台数限定ではあるが、BER が、日産、シルビア、日産、スカイライン用にツインチャージャーキットを販売していた。HKS では、 D1GP で谷口信テルが登場するトヨタ86にツインチャージャー仕様が存在する。ありがとうございます。